君の部屋で見つけたアルバムには3年前の二人が写る集合写真、出会う前の日だね。あ、懐かしいな。僕はまだ一人きりで変わりたくてさ、焦ってばかり人と話すの苦手だった。あの日僕らを繋いだプレゼントは今と変わらない。瞳で君が二人は似てるよと言ってくれたこと、その声を覚えてる。一緒にいれば明日も輝いて見えるんだ。たくさんの愛を集めたら言葉で君に届けよう。見えない気持ちを形にしたら心の中まで届くかな。君に出会えてよかった。君で本当によかった。どんな未来も送る言葉で君が笑顔になれるように。50個しかない言葉から温かい色が生まれる。最初に並ぶのが愛だった。その意味は君に出会ってわかったよ。たくさんの愛を集めたら言葉に乗せて届けよう。いつだって君が手にした時に優しい気持ちになれるように。君に出会えてよかった。君で言葉だよ。愛を集めてでした。